ちは。パティシエ歴15年、元製菓学校講師が教える、通いたくても通えない方のためのオンラインスイーツスクール、サキプラスの中島咲恵です。今日のテーマは、スポンジ生地を作るときに最後に入れる油脂の温度、これは何度が正解かっていうことについてお伝えしていきたいと思います。スポンジ生地を作っていく中で、最後に温めた牛乳と油脂を加えますっていう工程があるんですが、皆さんご存知ですか？レシピには温めてとあるんですが、じゃあ一体その温めてっていうのは何度ぐらいのことを言っているのか、これ知らない方も多いんじゃないかなと思います。人肌ぐらいの温めなのか、それとも熱々なのか、温めてっていう範囲がすごい広いですよね。でもこの温度、重要なポイントになります。せっかく綺麗に卵を泡立てて、粉入れも綺麗に入ったのに、最後この油脂の添加によって台無しになってしまうっていう可能性もあります。今日はそのポイントをお伝えしていきたいと思います。はい、今日は正解からいきたいと思います。この油脂を加えるこの油脂の温度ですね、これは60度前後っていうのが、一番いい温度帯になります。きっちり温度計で測る必要もありませんが、一応目安となる温度になります。一番生地に負担がかからない温度帯なんですね。ではこの60度っていう基準から高すぎるもの、低すぎるとどんな風になるのかっていうのをお伝えしていきます。まず最初、温度が高すぎた場合、触っても熱々っていうそれぐらいの温度ですね、それを加えるとどうなるか。生地の温度よりはるかに高いものが加わった場合、生地っていうのは一気に気泡が潰れていきます。もともとその気泡っていうのは油脂に弱いものなのに、そこにさらに熱々のものが入ったら、なんとなく想像つきますよね。せっかく泡立てた生地の気泡が一気に潰れて、かさが減って、生地が硬くなってしまいます。割れの原因でもあります。ふわふわの元となるその気泡が減ってるので、もちろんふわふわにならずに目詰まった生地になってしまいます。次に、温度が低すぎる場合です。温度が低い油脂っていうのは生地なじみがすごく悪くて、ボールの底に沈みやすくなります。気泡よりも比重が重いのであっという間に下に沈んでしまうんですね。その結果、混ざるまで混ぜすぎてしまって、その間に気泡がどんどん潰れて生地が死んでしまいます。ちょっと言葉は悪いんですが、パティシエの共通用語として、潰れてしまって良くない生地のことを死に生地って言ったりします。しっかり混ぜたつもりでも焼き上がって、ひっくり返した時に、そこに色の濃い筋が残っていたり、そこの生地がマーブル模様になってたりっていうのは、油脂が混ざってないことが原因です。でもいちいち温度を測りながらっていうのは、めんどくさいですよね。スポンジ生地を作っていく中で、クリアする方法があります。過去のメルマガでもご紹介したんですが、スポンジ生地っていうのはまず卵を湯煎で温めるところからスタートします。湯煎の温度はだいたい60度から70度ぐらいになっているはずなんですが、卵が温まった時にボールを外したら、そのまま、牛乳と油脂の入ったボールを湯煎につけてしまう、チェンジしてしまうんですね。そのままずっと放置しておいて大丈夫です。生地の泡立て、粉入れが終わった頃にはだいたい60度ぐらいになっているので、最後に湯煎から上げて生地に加えればちょうどいいぐらいの温度になっています。ただ湯煎の温度が下がっている場合もありますので、加える前に大体の温度チェック、温まっているかどうかの確認はしてから加えてください。ただ卵を泡立てていると卵に夢中になっているので、揚げた後に油脂を温めるっていうことを忘れるっていうのはよくあります。これ専門学校の学生も温め忘れっていうのはよくありました。ただこんな時は、めんどくさがらず、ちゃんと温めてから入れてあげてください。生地にとって一番負担にならない方法を取ることがいい生地を作る上で一番大事なことです。
ぜひやってみてください。私がお送りしている自己流のお菓子作りからプロのお菓子作りに変わる無料のメールレッスンも好評配信中です。概要欄の方に URL を貼っておきますので、そちらもどうぞ読んでみてください。今日もありがとうございました。